それでは、第8試合で一覧の経営を処理となりました。田丸時選手のインタビューとなります。おめでとうございます。ありがとうございます。秒殺でしたが、いかがだったでしょうか？試合では。そうですね。えっ、ー、とー、まあ、腹で倒そうっていうのは決めてたんで、まあ、うまくいったなって感じなんですけど、こんなに早く倒せるとは思わなかったんで、結構びっくりしてます。あのフィニッシュになった。あの三日月切りですけど、もうかなり感触はあった。いう もう一発蹴った時点で嫌がったなって思ったんですけど、まあ、すごい相手がパワーあるの分かってたんで、あのー、しっかりこう1ラウンド目は焦らずこう相手の攻撃をこう頭の中に入れて戦おうと決めてたんであんまりこう無理に攻めなかったんですけど2発目入った時点でもう,うずくまってたたんでああもうう行こうみたいな感じでしたね今回、結構三日月蹴りはちょっと狙っていこうかなっていうのはありました。そうでですねもう三日月とボディでもう顔面は結構 打たれ強そうだなっていうイメージがあったんで、まあ、倒すなら腹かなって思ってもうずっとボディーと三日月と膝を練習してて、はい、うまくいきましたえと相手の攻撃ちょっとまあ蹴りとかは多分受けたと思いますけどそこら辺の印象とかはかかありましたパワーはあったんですけど自分がこううめちゃくちゃこう想像しより想像高い位置に持ってってたんで。 それよりはって感じでしたけど、すす。ぐまあ重さあありま、ねはい、りまままししたた。ね。わかございますこれで、えっと、前回のノーコンテストから、あのー、勝ち、慶応勝ちという形になりましたけど、それであのマイクでも言ってましたけど、四郎選手との再戦、ここについてはいかがでしょうか。はい、そうですね、まあ、本当に前回の,あの3月の試合では、まあ、あのメインイベンターとして、すごい、うんうん、本当にモヤモヤする形で終わってしまったんで。 ずっと自分も再戦したいなって思ってたんで、まあ9月、横浜のメインで再戦できたらいいなっていうふうに思ってます白選手も今月の末に、この県で試合決まってます、そこに関しては、じゃあもうあのちゃんと勝って、じゃあ9月、試合したいっていう気持ちですかねそうですね、んまあ、負けたら正直やらなくていいかなっていうか感じではあるんで、まあ。 うん、しっかり本当に5 5キロの世界王者なんだぞっていうそ,のそれこそ、まあ、秒数とかじゃないですけど、まあ、僕以上の内容で勝ってもらわないと、うん、困るというか、まあ、だからこれがライズの5 5キロのチャンピオンなん,なんだぞっていう試合を見せて欲しいですねそれ,のあれを見せるあの言うためには結構プレッシャーかけれた試合になったと思いますか,らいやだからプレッシャーかけようとも思ってないですけど まあ僕は全然あれが当たり前だと思ってるんで、ライズのチャンピオンはああ,ああいう風な感じの勝ち方であるべきだと思ってるんで、まあシ選手もそこは当たり前にクリアしてもらわないとうん困るなっていう感じです。わかりました。ありがとうございます。他ありますか。えっとそのシロ選手との再戦もし実現するとしたら、今回は契約体重何キロを望みますか。あ全然55 ででいいすけどね、まあ、ど,うどういう感じになるか分からないスーパーファイトになるのかその前回と同じような感じで55のタイトルマッチになるのか分からないですけど全然何キロでも合わせるよって感じですけどね、はい、自信満々ですね負けるわけないですもん普通になんかもう調子良すぎるというか、うん、想像つかないですね自分がが負けるとこが今回もコンディションは120%の仕上がり具合でリングが上がった感じですか そうっすね、まあ、いつも通りっていう感じですね、本当、去年から、でも,もう本当にもうずっと、だからそのノーコンテストはちょっとあれですけど、あの去年から僕がこうなりますよって、こうしますよって言った言葉が、全部本当にその通りになってるんで、もう本当、いい加減気づけよって感じですよ、みんな。わ、はい、かりました、もっと気づくようにします。 ははいでは最後に今日応援してくれたファンの皆様にメッセージお願いいしますはいえー、今日はあの大阪の皆様とっ、えー、と e m a で見てくださった方々、本当に応援ありがとうございました。えー、今回、まあ、すごいいい勝ち方できたんですけど、まあ、自分は本当にまだまだ、あのー、もっともっと駆け上がってもう本物のこうライズの顔、タマルがもうライズの顔で今引っ張っていってんだなっていうのをふうに、まあ、したいと思ってるんで、まああのーまあ、今のうちに本当に僕に。 注目してもらえたらなというふうに思います。であの再選まあ、本当に決まるかどうかわかんないんですけど、まあ、しっかりこう自分が差を見せつけて勝ってこう自分がライズの一番だなというふうに思わせる試合をするんで期待してください。本当にありがとうございました。ありがとうございます。以上で、えー、田丸時選手のインタビュー終了となります。ありがとうございました。ありがとうございました。